吉谷さん、そんなやつはいねえよシリーズ。夜中にラーメン食べると太るって言うじゃないですか。確かにね、私ね、吉谷さん、太ると思うんですよ。ただし、それはね、頻度の問題だと思うんですよね。たまに夜中にラーメン食べました。太りますかね？太らないと思うんですよ。他の生活習慣との掛け合わせが大事なんですよね。例えば吉谷さんみたいに、1日1食でプラス深夜にラーメン、これは太らないでしょ。確かに。でも3食食べて、おやつも食べて、で飲み会行って、その後にラーメン、これはさすがに太りますよね。しかもそれが週に2、3回とかになると、割と頻繁な方だと思うんですよ。だから全てのバランスでしょうね。で、こういう例があるんですよ。コンビニ弁当は体に悪いよっていうね、そんなこと未だに言う人がいるんですよ。いや、たまにね、月に1回か2回ぐらいコンビニ弁当を食べたら、あー、またそんなもん食べて、みたいになるんですけども、何なんだよと思いますよね。それこそね、どっかの YouTuber が実験しました。コンビニ弁当はどこまで体に悪いのかみたいなね。そいつはね、3食全部コンビニ弁当なんですよ、ね、それでなんか2週間目に気持ち悪くなったとか言ってるんですよ。で、1ヶ月を待たずして実験中断と、ドクターストップみたいな感じで終わってるんですけども、ね、そんなやつはいねえよ。コンビニ弁当3食食べて、それをね、1ヶ月みたいな、そういう極端なことすれば、いろいろと不具合出てくると思いますよ。でしょ、深夜のラーメンって毎晩食べてるやついますか？それもう本当感心ですよ。ラーメン屋なしだって食べないですよ。というね、なんか極端な例を持ち出して、だから体に悪いんだとかね、マクドナルドのパンをなんかあれでしょ、1ヶ月食べ続けたら途中でドクターストップかかりましたって、スーパーサイズミーって映画あるけども、確かに悪そうだなと思うんですけども、マクドナルドのハンバーガーは月に1回食べるかどうかみたいなペースだと思うんですよ。私の場合はもう年単位で食べてないですけども、そんなやつはいねえよみたいなね、そんな極端な事例をもとに、コンビニ弁当をね、悪者にしてみたりとかね、なんかそう、コンビニ弁当ってなんかね、腐らないためにいろんな薬が入ってるとかいう人いるんですけども、いや、コンビニ弁当はね、1日3回8時間ごとに出荷して、なんですかね、賞味期限切れたらすぐ捨てるわけでしょ。ってことは長期保存の食品じゃないんですよ、コンビニ弁当って。まさにね、家庭の衛生管理技術よりも高い保存技術を持ってしてるんで、私はね、ちょっとね、コンビニ弁当が体に悪いっていうのはにわかには信じがたいなと思いながら、今日食べるのはチョコザックでございます。チョコザック、チョコザック食べた後、もうすぐ一風堂のラーメンできるんで、いただきます。